クリスチャン・マラカーは、スウェーデン出身のプロバスケットボール選手である。ポジションは、フォワードセンター。幼い頃からサッカーをしていたが、14歳で、バスケットボールに転校し、地元のクラブチームに入団する。2002年に、アメリカに渡り、NCWA、ビッグウエストカンファレンスパシフィック大学に入学。2005から06シーズンは1試合平均17.6得点。 8.9リバウンド、2.1アシストの成績を残し、このシーズンのの最優秀選手に選ばれた。卒業年となる2006年の NBA ドラフトの候補にも挙げられたが、指名を受けることはできず、マラッカーはスロベニアのユニオンオリンピアと契約した。その後、スペインで3球団を渡り歩き、2009年、JBL のレラカムイ北海道に加入。 妻が日経4世だったことも来日を決めるきっかけだった。北海道ではセンターのポジションを務めた。北海道で2シーズン過ごした後、2011年には JBL 所属の日立サンロッカーズに移籍。翌2012年にはパナソニックトライアンズに移籍したが、シーズン途中で退団。その後はスウェーデンに戻りのオーショーピングドルフィンズと契約した。 2014年には同じくスウェーデンのボローズバスケットに移籍した。ありがとうございます。